撮影しますけど大丈夫ですかお二人。もう始まってるんですか。いや大丈夫、ならないでください。ただインタビューだけだと思いました。いや写真は撮られるだろうなとは思ってましたけど、まさかムービーだとは思ってなかったですね。ここそうです、どうぞ。はい、やっぱりなんかこう旅行してる人っていうのは一種の都市伝説みたいなのがあって。都市伝説。いや本当本当。結局蔵前仁一がこのホテルに泊まったとか、蔵前仁一が来たらしいとかあって、あった。そういうもう一種の旅行者同士の都市伝説みたいなのがあるんですよ。寄せ宿に帰って、そうそうそう、帰って、そう、来た、この人が来たんだと、みんな来たんだらしいよっていうのがこう集まって話をしてる時の話題だったんです。基本的にやっぱりその蔵前さん通った道をこうみんな通っていく、でみんなその時必ずバイブルとしてこう旅行人ノートを持ってるっていうのはやっぱり あったんですよね。はい、そういう話をもっとあの前に聞きたくてね。いやいやいや、あったよね。でもね、本当そうでしたよ。はい、そこから旅行時に書くようになったきっかけってどういう感じだったんですか。それはですね、私がですね、石井さんのが送ってくれた原稿を見てなかったっていうところから始まるんです。SARS騒ぎでね、あの潰れかかったことがあるんですうち。でちょうどその時にあの泥棒が入って、あの金庫からですね、150万円。マジですか。金庫開いちゃったんですか。バルク単体で開くんですよ。全部盗まれてさ。でもうそれであのお金もなくなって、はい、でもあのサーズ騒ぎで本が全く旅行者が売れなくなって、はい、それでもうリストラしなきゃダメだとか、はい、もうそれドタバタで、はい、もうあの送られてきた原稿3ヶ月ぐらいもう全然見られなかったんですよ、うん、その中の一つに石井さんのやつがあって、それでもうそろそろ整理して捨てなきゃと思った時に石井さんの袋を見て何気なく読み始めたんだよね、はい、したらそれからもうね、その片付けるこう姿勢のままずっと読んだよね。で面白くてね、で電話したんですよ、すぐ。でももう送られてきたからもう2ヶ月かなんか3ヶ月か経ってるから、はい、これはもう他のところで決まってるだろうなと思って電話したら、やっぱりもうほとんど決まってて、でもすごい本当感動してね、石井さんのその原稿に。それが一番初めのモノコを打ったってことだった。そうですね、うん、もうそれで石井さんはもうメジャーデビューされたんですけど、どうしてもやっぱあの原稿はもう一回読みたいと思って。俺その時やっぱりとにかくやっぱり書きたかったので、1個原稿頼まれたら基本的に3つを出したんですよ、うん、でそうすると結局それをボツになっても構わないんで、とにかく全部出してアピールしたりすればなんとかなんだろうと。でもね、そういう、はい、うちの出版社の中では極めて珍しいタイプで、ありがとうございます。うちの出版社ってみんな旅行者ばっかりだったっていうのがあって、はい、みんなね怠け者なんだよ結構。で石井さんみたいにね、あのどうだって言って企画をバーッと並べてくれる人ってのはね、もうほとんどいないよね。だからすごいなとか思ってね、それ感動しましたね、本当。これですね。ああそうですね、はい、これはあのこの母親が気をそっとして、それでこの、まあ、おばあちゃんになるんですよね、この人が、はい、それみんなに向かって怒りを、うん、はい、あれするっていう、これはもうしかもそのこの一瞬じゃないと撮れないしね。そうですね。しかも怒った顔、はい、パシッと撮られてて、この人は気を失っててね、ここに赤ちゃんも映ってるじゃない。そうですね、死体ですよね。これはもう絶妙の一枚ですね。うちのあのうちにいろいろこう写真をね、あの売り込みに来る人って結構いっぱいいてね、はい、それであのいろいろ写真を見せてもらうことがやっぱずっとあるわけですよ、はい、大体あの多いのが、うん、あの例えばそのタイの人の、素敵な笑顔ですね。子供たちの笑顔みたいな。子供たちの、それはまあその別に悪いとは言わないですけど、面白くはないよね。そうですね。そんなもんばっかり持ってくるなんて、はいはい、あの笑顔の写真を撮るのは簡単よ。一番簡単ですよね、うん、笑ってて笑ってるんだからカメラ向けて。でももう向けない言わなくても笑いますからね。そうだからあの怒った顔を撮ってこいって言ったけど誰も撮ってこなかった、はい、だからね、怒った顔を撮るのがどんなに大変かっていうね、その ところに身を置いて、その彼らの怒った顔を、うん、撮るときにそれは怒られたりするわけだからさ、それはどんなに大変かっていうのが、まあ、あのそれを思うので、これはあのそういう事件がある種その暴動が起こったとかなんとかじゃなくてさ、この日常の中にある
そういう話じゃない、うん、例えばその何月何日にデモが起こってね、うん、そこを取材に行ったとかそうじゃないもんね、うん、そうじゃないですね、うん、だからこういうさ、そのいわゆるその日常の中のこういう出来事の怒りとかっていうのって、はい、なかなかね、たまたま出会わないと、うん、その撮れないもんね。そうですね。大体そういう時ってカメラとか持ってないんだよね。持ってないですね。持ってないですね。はい、欲しい時に大体カメラってないですからね。はい、これはやっぱりでもやっぱりすごいですね。このそうですね。これは軽かったですよね。ちょうど真夏の一番暑い時だったんですよね。はい、本当に一番暑い寒気、雨季の前の一番暑い時 で本当に歩いてる時もね、軽かったあの蒸し暑さと本当にもうスラムの路上の匂いと、本当歩いててうんざりするような形でこう歩いてたんですけど、その時にやっぱり、通りがかった時にやっぱり一人どう考えてもちょっとまあやっぱりね、こういう亡くなりそうなおばさんが、まあ、いたの で、それあれですか、通りがかった時にたまたま 見かけたんですか。そうですね、はい、でたまたま一番初めのきっかけはそうですよね。たまたまやっぱりその見かけて、でどうしたのかなと思って、そこからやっぱりいろんな環境を作っていって、ちょっと石井さんね、こういう例えばカルカッタでね、こう歩いててね、はい、こういうこのおばあちゃんみたいな人さ、他にもいっぱいいました、いっぱいってか、たくさんいるはずですね、はい、いました、いました、いますね、はい、それは多分みんなよく見てないからなんですよ。多分布団にくるまってるだけなんですよ ね、あるいは顔だけ出してるわけで、もよく見るとそのおばあさんがガリガリやつれてるのが分かるんですよ。はい、あるいはその目が完全におかしくなってしまってる人、宙が浮いてる人もいるんですよね。でもそれは変な話、例えば布団かぶってやってる人なんてたくさんいるわけじゃないですか。本当にそれは、それはもう5万といますよね。だからその人の顔までやっぱり覗き込んだり、あるいは出てる足がどれだけ細いかってとこをちゃんと見たりすると、やっぱり全然違うドラマっていうのがあるわけですよね。そこまで 見ないとこれは撮れないってことだね。まあ石投げられますから何見てんだっていう、そういうふうに言われることもやっぱり多いですから。本当そうだよね、僕はね、僕だって軽かった、一応歩いてますけどね、はい、それはさっき言ったみたいにね、はい、そのこう布を頭までかぶってさ、見るやつはゴロゴロいるんだけど、そうですね、やっぱりね、例えばそのいわゆるインドのイメージのように、その死体がゴロゴロしてるとかさ、言うじゃないですか、あんなの嘘だよとかって俺なんか言ってるわけだよ、はい、それで本当にあの瀕死の病人っていうのを、そこまでその この人は瀕死なのか、この人は昼寝してるだけなのかってさ、なんか分かんないです、正直ね。だからそれをね、そのやっぱりこの見分けるっていうか、そうやって撮るっていうのは、実はね、みんなが思ってるほど簡単なことじゃないんじゃないかと思うんだよね。すごく辛いんだよね、やっぱり。だからそこの中にどっこうやっぱり突っ込んでってね、そういう人間とがっぷり四つに組めるっていうかさ、そういうのってやっぱり精神的にある種タフじゃないといけないしね。そうですね、まあでも多分タフじゃない、よく言われるんですけどタフじゃないんですよね、全然。そうか、はい、いや多分普通の人より全然弱いと思いますね。ただ強いふりをしてなきゃやっていけないっていう部分があるので、まあそれはあるんですけども、それはもうでも全然きついんですよ。きついですね。はい、いや全然もう軽いことなんて全然なくて、でも変な話、こっちは笑ってなきゃね、やっていけないですからね。でもそれありますけどね、はい、見分けるっていうか、そうやって撮るっていうのは、実はね、みんなが思ってるほど簡単なことじゃないんじゃないかと思うんだよね。あれね、最初はね、みんな下に見えんだよ。初めそうです。一番初めに全部したい。みんな下に見えたっていうの。生まれて初めて寝てるだけなんだ、お前のさ。もうインド下だらけだったみたいな。そう。あれはだからその中で、あれは寝てるだけなんだって分かったのが俺のレベルですよ。で、その中で今度は、この人は寝てるだけじゃなくて死にかかってるとかさ、そこまで見分けるのは大変だね、やっぱね。まあでもそこに、まあ、興味があるのでね、興味というか、やっぱりそこに多分それはまあ人それぞれのやっぱり興味というか関心のやっぱりどこに向いてるかっていう、僕はやっぱりそこのところで死んでるか生きてるかっていうことに多分そこからスタートなんですよ。はい、死んでるのか生きてるのかを多分見分けて、そこからドラマが始まっていくわけですよ、ね。俺なんかあれだよ、死んだか生きてるか分かんないけど、どっちなんだろうな、怖いなとか言うから、もうさ、去っていく方だな。この赤ん坊の後ろ姿がね、ものすごく表情があるね。このお尻が可愛いっていうのもあるんだけど、そうですね、なんかお母さんを見てるんでしょ。そうですね、
子供は愛おしいよね、これは愛おしいですね、うん、しかもこの階段の段差って多分この子の身長ぐらいあるんですよね一個一個が、だから本気でもうはこう飛び上がるよりよじ登るわけですよね、うんうんうん、そう、だからこれはなんかすごいその子供が愛おしいのがすごくよく出てて、すごく好きですね、この写真は。うん、僕が常々思ってるのは、まあ、これもそうなんですけども、結局スラムだって、まあ、戦争をやってる場所だって全部そうだと思うんですけど、結局同じじゃんとしか思わないんですよ。でそれは本当に例えばそのスラムっていうと非常にやっぱり暗いイメージももちろんあるし、ただもちろん本当に路上で死んでいく人っているし、いろんなものは現実としてあるんだけども、でもやっぱりその人間の心情っていうのは基本的にどこもやっぱり変わらない、つまり多分スラムに住んでいるこういうふうに子供、赤ちゃんが子供がいてね、でそれやっぱりお母さんを見る多分表情とか、ひりのしてるお母さんをどうしたのかな、まだ起きないのかなって覗いてる表情だとか、あるいは病気になったら死に大丈夫かなと思って心配する表情だとか、そういった気持ちとか心情って一切変わらないと思うんですよね、うん、だけどやっぱりそうじゃない、日本に住んでるなかなかそういったことまで考えない、日本人っていうのは、まあ、それはいわゆる、まあ、本当に知らないかしょうがないんだけれども、やっぱり本当に生きるか死ぬかだけ戦っても苦しんでいるとかね、うん、そういったようなどうしてもイメージになってしまうと思うんですよね、外側から見てるとそう見えるもんね。そうですね、だからそれはやっぱり、まあ、僕としてはやっぱり その部分を取り上げる方法と、やっぱりそうじゃないんだよという部分で2つはやっぱり見ていきたいなっていうのがあるんですよ、うん、はい、でその危険だという部分はもちろんそれはそれは絶対あるので、それは例えばじゃ あのそういった本で取り上げて、でそうじゃない部分もやっぱり別の見方かをすればあるわけですよね、うん、それはやっぱり、まあ、別の見方っていうか石井さんみたいにさ、そうやってさ近づけるだけ近づくっていうさこれ以上近づきようがないっていうところに近づくっていうのが、はい、もう真骨頂だよやっぱりね。そうですね、うん、とにかく近づけるだけ近づくっていう人はさ、まあ、実はいそうでついないんだよね、あんまりね、みんななんか引いてさ、それで客観的に書くじゃない。そうですねそれは正しいみたいな感じですよ、ね、はい、実はそうじゃなくて、もう近づくところに近づいて自分の主観を交えながらね、ぶつかっていくっていうのがやっぱり石井さん真骨頂だよ。それがやっぱこうやって写真に現れてると思いますよ。そうですね、だからまあ写真だとやっぱり近づいた時に見えてくる、映像で見えてくるイメージとその文字で見えてくるイメージってまた全然違うの で、うん、でこれでまあやりたかったのっていうのはどちらかというとその文字でやっぱり書けない、映像としてやっぱり伝わらない部分っていうのも多分あるって僕の中では思ってたんですよね、うん、それでまあやっぱりその今まで書いてきたものと基本的には同じなんだけれども、だけどそれをじゃあ映像から見た時にまた全然違う風に見える部分だってあるんじゃないか、それをやっぱりうまくまとめたいなっていうふうには思ってたんですけどもね、うん。